はい、お疲れ様です。マフィーです。魔の HP 上がってアタック下がってリュウのアタック下がってってことで、前回バレンタインのエルロージュ使った補正なんですけど、相変わらずマデッキが多くてね、でシアンがめちゃくちゃ多いってことなんで、そのシアンに勝てるデッキ紹介します。この毒デッキですね、ディミオスリーダーの毒デッキで、とにかくチンパンしてるだけでシアンの HP が溶けてくんで、で特に相手が火炎シアンとかでも相性を取れるかなと思いますんでね、これでやっていきます。よろしくお願いします。ただちょっと変更点ありましてね、前に出した動画と違ってマモン抜いてマニア入れました。でこのマニアがスキルもコンボも毒に関係するんで、ディミオスと相性いいんですよ。まあ、食毒の部分はね、 25% のデバフっていうのは今日の補正バフリーダー少ないからあんまり活躍しないと思うんですけど、ただこのマニアの強いところは初手出し性能ですね。初手出しでいけるんですよ。スキルもコンボもこのなんだろう、コマ数条件とか HP 条件がないので、もう初手からいけるっていうのがめちゃくちゃ強くて、でコンボのベノムマギアに関しても HP が減少していないほど毒の部分が強くなると書いてあるので、あ、じゃあ減少するほど毒の部分が強くなるのか。まあでもコンボのベノムマギアのマギア部分もね優秀なんで、あの初手出し性能があるってことなんで、はい、これが強いです。マモンとかだと初手出しはさすがに火力出ないんでね。ただシアン対面だったら割と早い段階で火力は出せるんですが、ただ初手から使えるっていうのはね大きいですよ。このデッキ結構あの初手安定しなかったりするんですよ。なんですけど、そんな中で S5 まで初手出しもできて中盤からでも火力出せるっていうのはね、マニアの強みです。やっていきましょう。まあ別にマモンでもいいかって言われたらいいんですけど、その初手出し性能をお見せしますよ。この段階で手駒に引いておけ。あー、引かなかったと。ただこれ見たら分かる通りマジで初手事故るんですよ、これデッキは。なんですけど、その事故が減るっていうだけでも、まあ、チンパンデッキなんでね、別に事故減らすことが重要かって言われると怪しいけど。さあリッチ打ちますよ。ブランジェッタを、優先でやっていきます。まあ暗流強の補正そんなにいないっぽいな、パッと見てる感じ。シアンの方が多い。おっと、エルマレイヤか。これ悩みどころ。はい、来ると引くのか。取ります。リッチのコンボ強いんでね。よいしょ、はい、取ってあげて。そう、このデッキね、こうやって X に対して C5 打とうと思ったんですけど、そのまま繋がれて押されるんだったら俺からこうやってねアクション起こして行こうかなって感じなんですけど、ちょっとそこのバフェット強すぎるな。ここに火アスイちゃんか。コマソース10枚以上 OK。 これちょっとクルト出しますわ。ロックはもうここまで削られたらあんま考えればいいっすね。でコンボ毒ライフは狙いつつで、次のターンでテナテナね、火力結構高いんで、で F5 来るならブラの召喚が強くなるんで、それはそれで OK ですね。さあ OKOKOK、まあ、これロック打たれるにしても結局アスイちゃん出てコンボライフバ毒狙えるんで OK です。でただブラ召喚された後のバフォメットのコンボ耐えれるかどうかだな。まあ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 、まあ、角打ちます。こっから2手耐えれるかどうかが心配だな。次ブラ発動するよね。 D213% 削りか、ちょっと怪しいな。マニア行きたいな。マニアのデバフで耐えたい。 25% デバフでギリ耐えれるみたいなドラマチック展開あるかもしれない。おっと、ここで繋いでいくのクソ美味しいな。なんでここで繋いだ。これラッキーですよ、これクソラッキーです。はい、よし、マニア引いてく。で一応マニアコンボがね減少すると強いんだよな。マニア打つか、一応デバフしておく。耐えれると思うけど、一応デバフ、このマニアのデバフにも乗っけてね、一応このデバフで頑張ってみましょう。で次トゥナトゥナあるんで飛ばせるはず。あ、でもベロムマギアこれシールド当てられたらだるいか。トゥナトゥナ打った方が良かったか。マギア部分のシールドでギリ飛ばせないみたいなことあったりするかな。それがちょっと心配。でも一応アスイちゃんのスキルがまだ1回残ってるか。 OK、 リーリーと。よしよしよし、これラッキーですね。これ E4 打たれたら次バフォメットのコンボ強くなってワンチャン飛ばされてたんで、それがね先に打ってくれたのはクソほど美味しい。そして結果的にトゥナトゥナといってらっしゃい。 OKOK、 マニア強いね。でこれがね、例えばマモンだったらコンボを吸収で回復っていうところだったんですけど、マギアが強いですね。よし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 、オッケーオッケーオッケー。まあマモンでもスキルでちゃんと火力出せるから強いんですけど、まあコンボを絡めるとかいろいろ初手出し性能とか考えるとね、マニアねありかなって思いますね。進化のマニア普通のマデッキに入れても強いけど、やっぱ両面毒なんでディミオスで使えるってのもポイント高い。
よし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 、嬉しい嬉しい。おっと、まさかのデータ更新。なんかこれが多くない最近3日に1回ぐらいデータ更新されてる気がするんですけど、気のせいですか？めっちゃデータ更新してない？そんなことない？まあ任せてください。このディミオス、まあ、使ってて、なんだろうな、意外と馴染むっていうか、はるまるとかなんか中途半端に入れるだけだったら結局アンリュー買った、何も何そんな更新する頻繁に、何を更新してるんですか。お、あの次更新入ったら俺ガチャ引くからな、決めたわ。もう次更新入ったらガチャ引いてやるからな。その更新したデータをもとに S ゴマ排出率上げてけ。知らんけど更新すんなよ。更新ないよね、ないよね、ないよね。オッケー。よしよしよし。マジで動画撮ってる時に更新勘弁してください。さあ、来いよ。暗流以外。暗流以外。マジで暗流以外。実はね、毒デッキの動画撮るの本当怖いんだよな。暗流来たらと思うと、怖い。やめて。ちょっとなんか通信長くない？これあれですか？更新データですか？やめてください。ちょっと、ねえ、なんか長くな、おい、何ですか？何ですの？何ですの？一体何ですの？結局更新じゃないか。おい、もういて、えて。いいよ、そんなに更新するなら俺自分から取れたか作ってやるわ。そう、こんなデータ更新とか取れたかがないんですよ。ノーカットでやらせてもらってるから。いいよ、俺じゃあもうこれ 49% 今から引いてやるよ。今から引いてやるよ。やってやるよ。そんな更新とかしてくるんだったらさ、もう自分から俺はこの、あの取れ高を、皆さんにお届けするぜ。そのデータ更新が入る分ね、ガチャ引いたらなんかあるんじゃないですか。知らんけど、何があるか知らないですよ。知らんけどね。ただあの欲を言うと、ハルモニアと、マニアの2体目が欲しい。さあ S5 も5体。はい、あー、周年ヴィーナスデータ持ってる。まあでもいい引き手はあるな、意外と。ありがとうな。こんな形で終わって申し訳ないわ。 49% もう試合をさせろ、逆転を、おい、バトルさせろよ。あなたに何回更新すんだよ。これあれか、もしかしてあれか、リーダー使用率トップ5更新してんのか。うん、わかんないけど、いやでもそういうわけでもなさそう。だってそんないちいち更新入んないよね、リーダー使用率って。そんななんかね、10分に1回ぐらい勝手に更新されるけどさ、いちいちさ、あのこうやってアプリ落とされてたりしなかった気がする。 OK、 やっとマッチングした。長すぎだろデータの更新。長すぎだろ。やるぞ。じゃあアンリュー来んなよ、マジアンリューやで。アンリューやめろ。これあれか、アンリューのデータ更新してるとか。ない。おお、チオリーダー、珍しいね。やってやろう。ただ正直相性いいな、チオの吸収量でうちの毒は止まらんぜ。で、初手からレイホを言ってあげて、ブランジェッタセットアップからの、ブランジェッタ発動と同時にリーアかまして適当にやれば勝てる気がする。さあ行きましょう。しかし、チオリーダーか。ちょっとこれは感服だな。まさかのチオリーダー。あの、今日の補正、暗流がいるかもしれない中、チオを使うという。まあ、俺も暗流いるかもしれない。なんか毒使ってるけど、毒は強いけど、チオはそんなに強くもないのに使うという、この、何かこだわり。しかもこれ見てください、あの可愛い方の、可愛い方っていうか、なんだチビキャラチオなんですよ。プリチーですね。さあこのビューティープリチーチオをね、毒で、飾り付けしましょうか。おっと、俺引いてる。こっちここ引いてるんで、俺のペースに持っていきたいところではあるよ。さあどうだ。でトレーズあるな、これ B さんトレーズ打ってからリアでもいいな。お、カタリーナ。あ、でも発動しないよね、それ。おー、なんだなんだ、怖いな。まあ、一回とりあえず行きますか。で、次、リーア投げてからのトゥナトゥナで、地獄見せます。はい。来いよ。左から2番目、なんだ、倒すか。これ、倒すだな。おっと、倒す引いてんね、これ、絶対。上等。もうこれ、召喚ね、駒減らされるんですけど、まあ、とりあえずのコンボさえ通れば。OK でしょう。じゃあ行きますか。毒効果アップ。うい、強いね。
さああと2ターン続くぜ、そのバフが。で次のターントゥナトゥナ行こう。きな。で温泉トゥナトゥナ強いね、こう見ると。季節限定ゴマだけですよ。ちょっと待ってください。やばい、これ桔梗姫調整のやつ使ってきてない。まずい。危ねえ。危ねえ危ねえ。調整の桔梗姫じゃなかったな。でこれ D に打った場合 E4 倒数がきついんで、ちょっとこれ B4 からいきます。多分倒そう思ってる。で A5 倒数来たら A3 打った後の D21 がきついんで OK、 こっち来るか。でこれおそらく D あれだな、左下 X 倒数来るな。なんでその倒数に対して、トゥナトゥナのコンボを盤面に残すことによってこちらから圧を仕掛ける。さあバフォメットも引きましたね。いけ、よいしょ、あい強いリアバケモン。さあE4 倒す来るか。 E4 倒す来るんだったらもう俺テナテナコンボで終わらせるぞ。右上 X 倒すしかないんじゃない。ただ倒す1枚、おいしょしょ、予想通りね。ただ倒す1枚じゃうちのバフォメット止まらないんじゃないかな。3500のバフ込みで4250ぐらいだったらでしょ、これ飛ばせるんじゃないかな、バフォメット。OK 行きましょう。あー A2 のが軽く出たか。まあでもこれ飛ばせそう。おりゃおりゃ強すぎ強すぎ強すぎ、ありがとう。はい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 、はい、ちょっとデータ更新に戸惑ったんですけど、まあ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 暗流が来なければね、多少更新したところで問題ないんですよ。共有してあげましょう。暗流来んだよ、本当に暗流、暗流相手ね。これ振りじゃないからね。でもこういうこと言ってるとマジで来るからな。イルマニアさん、オリーブオイルで部屋陥没した世界線の早見もこみちが好きですオッケー、これ暗流じゃねえわ。こんな面白い自己紹介文ね。あでも待てや、これ早見もこみちってことは保証、あないか、よかった。早見もこみちさんってやっぱなんだ、料理作るから料理イコール保証で暗黒竜使ってくるっていう、そういう連想ゲームもあったんですけど、そういうわけでもなさそうと。ありがとうね、よかったわ。ほんでこれ相手マニアですね、ショットトゥールだー。おっとオッケー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 、わかりましたよ。じゃあね、これどうしようかな。 X から行くのありなんだよな、相手マニアって考えた場合ちょっと悩むな。あの X から行ってみますか。せっかくマニア引いてるし X 性能高いんで、うちのデッキこのねマニアで任しておいてください。どうだ。でワンチャン上マニア来たら、そうじゃ上マニア来たら俺 D6 マニアからリーア繋ぐみたいな、やりすぎかな。ワンチャンないないかな、やりすぎ。おっと囲ってくる毒罠怖いから一応回収しといてもいいな。毒罠怖くね、ここ毒でも毒相手にさ、そこの毒罠撃つかな、え撃つかな。いやでもいや一応回収するわ、怖いから。さあここに、あ踏み罠でした。まあいいでしょう、 OK です、オッケーです。さ3900出します。この雑に3900出せるの非常にいいですね。ただトゥルラコンボ若干怖いけど、言うてこっちのキャラゴマ3枚とかの火力になるから許容できる。で次やるべきはどうしようかな、リーアどのタイミングで出そうかな。次リーアでつなぎながらやっちゃうと取られる、あーそう来る、取ってくるか。オッケー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 、うーんオッケー。でこれはリーア出してからバフォメットでいい気もするんですが、欲張るなら左下 X リファビオ打ってからでもいい。ただ B3 つながれる可能性が若干あるな。でその後左 X 打っても弱いな。シンプルに行くのが一番いいか、シンプルに行こう。うんシンプルに行きます。で一応ロック警戒ですね、あのファビオさっきみたいなこともありえるんでね、さっきロックで釣られかけたから。で次バフォメットかまして9000ダメージ出しとけば後半雑な毒ダメージで攻めましょう。どうだ。まあ一個不安要素があるとしたら、右下 X のベルグレーデのコンボが弱いから何ターンか先に F5 で動線組まれるのが怖いな。 OK でこれ F5 動線組まれるの怖いんでこれ C2 からいきましょう。よいしょ、さあこの引き、はい、ああ素晴らしいね、ベストゴマ全部引いたか。ほんじゃ行きます、バフォメットバフォメットバーホメット、ちょっとえぐいなオッケーオッケーで、ね、12% 削りで3600×2.808 で7000、これ次トゥナトゥナで飛ぶって話する
これ次トゥナトゥナで飛ぶって話してる、ここのタイミング計算間違ってなければ飛ぶんですけど、いけトゥナトゥナ飛ばせ、いけ、やっぱり機械で割った卵は一味違うよあんま似てないマスオさんの真似が出ましたよし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 驚きすぎた、ちょ、なんだ今のはやばいな、でもこれができるのが D 妙さなんでね、やばすぎます。で実際今の感じだとコンボ考えるとマニアの方が多分強かったんだよね、マモンより。相手のキャラコマ2枚出てたけど、あのマモンコンボあんま強くなかったからね、あの場面だと召喚されてないし。いいねマニア、思いのが強い、来い、来た、リアンツいる。いやマジで暗流じゃないだけで本当にありがとう、もう暗流じゃないってだけで全部感謝するね今から。おっとブラジェニアスイちゃんか、いて、さあリアンツイル強いな。でこれ一回キキョウ姫からやってあげて、アビスオッケー、アビスアビスやます、素晴らしい。そういや今日外クソ寒くてさ、雪降ってた東京で東京で雪降る、やっぱあるよな。おっとエルマレイヤ、さっきこれでイーチブランジェットだったけど、この手駒どうしよっかな。いやいや、これちょっとこっち行きますわ、こっちにしますわ。なんでかっていうと、これトップ引きによっては C6 めっちゃ強いんですよ。 S 駒引いたら C6 で動線組めるから、俺のトレードに対してね、取ってくるならみたいな。相手のアビスよりこっちの方がアドバンテージ高くなる可能性がある。ただ罠駒打たれて、でオーラも引かれた。さあこっからブランジェット間に合うか怪しいんで、おいアスイちゃんでもいいな、コンボドクライフは強いし。ただ俺ブラジルにしますわ。おっとマイティか、でこれ C に来るな。こっからだな、オーラ引かれてんのよくないな。うわエンリルエグ、こっちキャラコマ少ないのに打ってきたな。これ手駒に特殊あれだな、フィニッシャー固まってるパターンだな。いやまずいな、これまずいな、これちょっとエンリル受けられないな。一回ちょっとこっち行って特殊出しながら、買わずんじゃない、あこのアスイちゃんの火力ちょっとじわじわ狙いつつんで、次だな。これちょっとやばいな、この手駒じゃ勝てない。 B6 来る、いやそのじゃ B6 じゃない、 F2 か、その F2 もうまいな、なかなか。いやまずいなこれ、なんかいけ、これあのあれですね、引かなきゃ無理、あのリア、あーダメか。いやこれはちょっと勝負ですね。イオン耐えないと勝てないですね。イオン勝てないと耐えないと勝てない。ただ 9% なんでワンチャン耐えれる。これ勝負ですね。で、俺の、トゥナトゥナ取る場合はダブコン一応アスイちゃんで残るのと召喚が3枚になるから耐えれるかも。で、ロックは一応レイホー出るけど、こっちキャラゴマ3枚だから耐えてほしいな。罠ゴマ、これ毒罠だったりするかな。でも毒罠の場合はもうそのまま毒だけで押し切れれば勝てる。はい来ると、もうこれ行くしかねえな、これはもう行くしかないですね。お願いします、やりきれ、飛ばしきれ、ふうふうふう、行ったんじゃね。さあ毒穴だけど、よっしゃ行くんすよ、危ねえ危ねえ、よし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 、やっぱブランジェタ信じてよかった。危ねえ、ナイス来ると、ようやりました。まあ、やっぱ爆発力あるね、こう見ると。ディミオス。実際今 S ゴマトゥナトゥナしか引いてなかったもんな。強いね。あとアスイちゃんも強いな。コンボドクライフは強いわ。まあ多分相手 F に打ったのは俺の D2 に対して、あれだろうな。D2 根格が嫌だったからだろうな。多分 D2 根格になるはず。わかんないけど。F、あの F1 から打った場合って。よし、さあメルベですね、来い、うん、ベルグレーデにファビオに来ると、初手ベルグレーデ OK だな、よろしく。はい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 、まあ、来ると大事に抱えながら行きたいな。で、ベルグレーデ、これワン
あそこの紹介だったらね X も強いんだけど、まあやめときますわ。ちょメルベ対面の X はねいろいろ怖い、コンボ封印とかも含めて。でこれ成り打ちか。あ、オッケー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 。でここ辺置き引いときたいな、一回ブランジェッタとか。はい、あトゥナトロ、お強っ。これトゥナトナいきます。これロックでファビオも出せる盤面なんで、でトゥナトナがね相手キャラ依存なんで、メルベに対して雑に出すだけで OK。 さあただこのトゥナトナ取るのも相手目線は怖いよな。毒はなったりするか。うん、 OK、 結構考えてんな。ってことはあー OK 取ってくると、これカドファビオでもいいな。コンボベノムヒールあるし、かリアとか引いてもいいよ。あーオッケー、じゃあファビオ行きますわ。よいしょ。ディミオスリーダーのファビオ本当いいね。あのどのどこで毒スキル全体的に言えることなんですけど、出すだけでさ1300の毒でしょ。強いなこう見ると。でそれを2回だからね、それは強いわ。で来ると手駒にあるし、で実際こっから相手きつくない？オッケー、そうなるよね。でその後なんかちょうどいい駒、これやっぱねリア欲しいですよ。リア、はい、バホメット。オッケーオッケー、じゃあそのバホメット大事にいきましょうか。よいしょ。さあこれコンボつないでヒール入れます。さあ毒入れます。これ次右下 X バホメットもありだな。最大倍率にはならないけど、相手に新しい動作組ませなくて済むし、メルベのコンボ受けた後クルトからのクルトコンボとかで無理かな。まあ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 、あ春丸そっちか。オッケー。いやでもそれ結構うまいな、その春丸ちょっといい圧力になってるな。いやー結構うまいなそれ。ちょっとロック、サイダーバレスまで多分食べなくていいな、これ。ロックさすがに怖いな。こうか。で、これ C6 打ってくるんですよ。俺のバファメントのコンボ警戒で。で、そこに対して適当に打ちつつ、クルト最終的、最終クルトで飛ばしたいな。ブラからはちょっとね、悠長だと思う。相手 C6 打ってこないっていう風になるから、ここでバホメットで圧与えた方がいいな。ああ、でもちゃんとファースト切ったんや。うまいね。そこファースト切れるのうまいね。いや、うまい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 。けど、D やか。これまだ来ると飛ばせないよな。1200与えて。無理だな、多分。これ D や打ってから来るとで勝ちだな。うん。それが一番理想。でこっちキャラゴマ4枚耐えるでしょう。うん、これで勝とう。マンドラゴラ来たらやばいんかな。さすがにケアしきれんか、そこまで。で持ってたら先に出すか、ファーストより。 OK 勝った。よし、あとはクルトだ。やっぱクルトいいなこれ入れた方がいいな、やっぱね。絶対強い、これクルトでいけるでしょ。バフかかるから任せてください。よいしょ、召し上がれ。よいしょ、強いです。オッケーオッケー。でリーアもめっちゃ強い。やっぱ勝てるね、ディミオス俺があんなにさ、なんかいろんな補正でマデキ使って勝てなかったのに、この補正でディミオス使ってこんな勝てるのはちょっとある意味寂しいけど、まあ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 、あんだけ頭凝らしてさ、マデキ使って勝率 50% とかなのに、ディミオス使った瞬間めっちゃ勝率高いんだけど新しい俺のあれだ、あれか、得意デッキフェイバリットになってるかもしれない。よし来いよ。アンリュー、あ、ちょっと待って、なんか今ちょっとアンリューの匂いしたな。今アンリューの匂いした、ちょっとだけアンリューの匂いした。やめてやめて、あー怖えマジヒリつくぜ。いやーヒリヒリヒリするわ、マッチングの瞬間。やっぱねー、ちょっと暗黒流フラグブレイカーになりたいな。こいや、初手トゥールラか、怖えー。
さっき X から言ったけど S5 は1枚もないのか X 打つの怖えな。ないからこそ X に打つのか、それとも、いや怖えー、いやゾクゾクするね。でも上に消されたらこの手駒やべえな。縦取りにしよう。うん、上行かれたら多分きついわ今の手駒。うん、こっちです。で、リッチ出して、おっとそっちか。オッケー、これあの往年の B3 進行から地獄突きしたい。よし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 、理想ですよこんなもんは。リッチ出す、トレーズ出す、リーヤ出す。オッケー、もう見えてる。未来は僕らの手の中さ。巻いてきた。リッチもいいね。ほぼバンシーと同じ火力。あと捨ても高いしな。まあ、リッチはね、早めに打たないとみたいなとこあるから別に抜いてもいいんですけど、まあ、気持ち入れてます。オッケー。んーで、ここね、まあまあとりあえずでいいか。2ターンスキル。アスイちゃんもね、実はちょっと強いんですよ。ここに3ターンスキルを置くっていうこと自体は。ただ、あのロック打たれてアスイちゃんでも全然強いし、一旦こっちからだな。で、次リア出すぞ、俺は。さあ、ここで罠駒とか飛んできたら毒罠警戒したいけど、正直止まってられないところあるな。オッケー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 。666、恐ろしい数字叩き出してきたな。ここに火、うひょー、ブランジェットもあるけど、たじろがないで。俺もブランジェット出さないから。ここまで来たらもう出さない。油断するな。リーヤを出して、リーヤで頑張るんだ。まあ、でもリーヤ出すだけでさ、結局リッチがバカみたいに軽く出しよるから、もうこれはリアでいいね。もうブランジェッタなんてそんな欲張らずに十分なのさ。あー、でもこれでロックでブランジェッタ出るのは正直嫌だな。このタイミングロック打つのはなかなか勇気あるな。おい、最悪イグナス出た。おい、ダルスギーダルスギー。これだったらブランジェッタ出してほしかったけど、まあしょうがないね。ただ1枚 S 引けば勝てる正直。トゥールラ打ったし、だヒール手段ないよね多分。毒シールとかも現状ないから、うん。でこれね、もう A4 行きたいな。 A4 行きたい。 A4 でもう飛ばしたい。なんかいい駒引いてお願いします。はい、クルト。これ次クルトで飛ばせるか、 A4 打ってからか D2。 あー、でも今しか毒バフかかってねえんか。いけるかな。いや、いける。リッチあるから手駒に。次飛ばすわ、これで。次クルトで。問題はここ耐えれるかどうかだな。それか今クルト打って飛んでたから、もしかして。そんなことないよね。そんなことないよな。あとここ耐える必要があるな。ペトラ入ってる。レナート、何その防衛は。うまい。何、レナートが入ってたとは。いや、でももう行くしかなくね。いやー、これちょっと待って、止まなくね。まずい。4200、4900。うわー、これ無理だな。レナート予想外だな。でももう行くしかねえわ。多分これ無理だな。マジか、レナートか。くっ、オーマイガー。うわー、リッチあるからいけると思った。レナート予想外だな。タイヤリ、え、てかルキアとレナート両積みか。あー、珍しいな。やられたわ、これ負けたね。いや、マジかー。でもロックでイグナス出たのやられたわ。めっちゃ手駒強かったけど負けちまったわ。え、ちょっと待って、打ってこない。え、C1 で飛ぶよな。スキル発動する子もないのか。あー、あるな。いや、マジかー。レナートドンマイ。あー、マジ話じゃない。これ多分、気境から打っても多分飛ばされてるんで。レナート来た瞬間、S5 引くしかなかったか、他の。つっても無理か。マニアだと火力足んなそうだし、バホメットもチャージ溜まってないから無理だな。レナートかー。ちょっと予想つかなかったな。やられたわ。いや、正直、ロック打った後ってのもあって、ルキアとレナートの両積みって結構珍しいんですよね。いや、マジか。絶対防衛ないと思ったトゥールラも切ったから。まあ、ワンチャンでも受け星とか可能性あったから、ちょっと安直だったかな、あそこ打ったの。とはいえ D2 から打つ場合って俺のリーヤのバフなくなるから、その後結局飛ばせないと思うんだよな。あれ D2 から打つべきだったかな。ライフバ打ってそれでもよかったか。言うてライフバの火力あの場もその分入るなら、D2 安井ちゃんから打って勝てたんかな。か、あ、それかあれか。D2 に、
クルトでよかったか。 D にクルト打てばライフバー3500で残るんか。あーそれもありだったな。でも S ゴマ引いてないんか。ワンチャン飛んでないな。怪しいな。ちょっと今のはうまかったな。相手レナード持ってたんか。いやーマジで予想つかんかった今の。うま、しかもビーチロックなんですよね。絶対レナード気づけないわあんなの。いや今のうまいな。ガチで気づかんかったレナード。うん、完全に読めなかった。いやちょっと待って、これやばいな。そのリアンからのトゥルラエグいんですけど、まあこっちキャラゴマまだ出てないからこれ角から生かしてもろて。それかワンチャンさっき A4 あれっすね、クルトから打ってトップ桔梗姫でもよかったかな。一応俺トップでバホか、なんだっけあいつ名前出てこない、あいつ引いてからみたいなことも考えてたんですけど、あいつなんだな、マジで名前出てこない、なんだっけあいつなんだっけあいつ名前出てこない、マニア引いてからっていうのも考えてたんですけど、まあ、結果引かなかったしな。 A4 クルトから打って桔梗姫だったら飛んでたかもな、ワンチャン。やば、ちょっと強くない？いてて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 いてー、えぐいえぐい。うわーこれリーヤ引くんか、ここで。うわーここリーヤ引くんか、これ多分2手耐えないと無理だな。こっちから打っても2手とも無理だな。これリーヤから打って2手耐えるしかないっすね。一応相手動線こっから俺組めないようにできるけど、でも2手耐えないと絶対無理だな。左上、いや B4 来るな、 B4 来るから無理だな。2手耐えないと無理だな。2手以外無理だな。まあそうだな。頼む。まあそうだね。ああでもヒールから打つんか。ちょっと待てよ。ペッ、ああ来ると考えろ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 。8000ぐらいこれ出せるんだよね。で9000でしょ。残り7000。来ると単体7000いけるか。一応相手ヒール使ったよね。ああでもどこ打っても2枚返しか。じゃあコンボつなぐわ。うん、どこ行っても2枚返しあるんか。バイセはもう頭から抜こう。バイセは、いやいや、ちょっと今シャシャったかな。英語クルトからいけたかな。あー、まあこれは無理ですね。半分以下になった瞬間3000だから無理だな。マジかー。まあ今のはしょうがないな。まあ毒デッキね、防衛の手段が基本ないんで、毒デッキもゴリ押しとしては強いけど、相手のゴリは耐えられないっていうね、弱点も今見えちゃったな。相手からのね、そうゴリ押しいけるんですけど、相手からのゴリはどうにもならないんですよね。オッケー、行きましょう。そうだな、さっきの試合 A4 にクルト切った後に桔梗姫だったらワンチャンいけたかもな。クルトの伸びより桔梗姫のスキルの方が強そう。うん、いやしかも、いやそうだな、ワンチャンあったな。それで分かんない実際のとこで、この手駒どうしようかどうしようか。まあさすがにブラキってリーヤ編を聞かれるのは、あれですね、相手のキャラ溜まったタイミングでツナツナかましたいな。うん、それでいいや。いた、痛い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 です痛いです。あうん、これもうちょっと早めのリア。さっきねトレーズからのリアっていうねセットアップ強かったんだけど、もう相手も S2 枚切ってるから、あれですね、ちょっと2枚 S 切られてるってなると間に合わないですね。ちょっと後半に打つんだったら、ちょっとこっから俺も火力出していかんと間に合わないな。さーてと、これとりあえずいきましょう。から隠れる術はない。だこっから怖え。ワンチャン俺のとりあえず取ってさ、もうなんかコンボスキルも絡めずに飛ばしに来られるのが一番怖い。おお、いて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 。さあこのとりあえず空いたのはでかくて、でこの日んでこれツナツナだな。もうリーヤのタイミング最後なんで今のうちに火力出さなきゃ。
おりゃーナイス1万70。こっからだぞ。ちょっとやばいよ。ディミオスがゴリ押しに弱いってのがもう浮き足、ちょっとあーい、まずい。これトップマニア引いてからの、いや無理だな。もうバフないのか。マニア引いた。いやただ3900でしょ。ちょっと待って、何だったら勝てる。くでも左ウェックスはもう絶対耐えれないんだよな。 D に行くしかないよな。これもう絶対無理だよね。左ウェックス4000でしょ。無理だな。こっちしかないな。これでトップクルト引くしかなくね。おら、いやこれトップクルトしかねえ。トップクルトしかねえ。薄い勝ち筋だけどこれしかない。あとここ耐える必要もある。頑張れ。一応電話聞いてる。あー終わった。クルトの勝ち筋もなくなりました。終わった旋回復を。あー本当に行くんかよ。これあったな。いやそれトゥールラ来なかったらあったな。おっし、えマジであったじゃん。マジであったじゃん。惜しい。その旋回復強すぎ。あーでもトゥールラの火力だからここまでクルト出せてるところあるもんな。惜しい惜しい。いやでもこれはねしょうがないわ。夏ブラから切ったのもまあ悪くなかったと思う。初手でリーヤから切って取れず、まあ、ワンチャンあるとしたら B さんあれっすね。ちょっとなんとなくなった。さすがにあの段階他のエスゴマも引いてないし、B さんとりあえず行くしかなかったか。さすがにしょうがないな。取られたらそれこそ軽く終わるしな。次のターンリア最後のターンなんでしょうがねえなーってことで、ちょっと今日はここでおります。ちょっと最後の方連敗しちゃったんですけど、ただあんまり考えずに勝てるっていうのはもう伝わったと思いますね。雑になんか適当に打っとくだけで勝てるっていうのがそのディミオスで、でアンリューさえ来なければいけるんで、である意味なんかそのアンリューとマッチングするっていう怖さあると思うんですけど、それもスリルなんでね、そこも楽しんでいただければと思いますね。アンリュー来てほしくないというか、もう来ないでくださいっていうその祈りを捧げることでね、なんだろう、運命力もね上がるかなと思うんで、よかったらやってみてください。ということでまた次回しましょう。この動画面白かったという方は高評価、チャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。